から始まる新発見 Discovery アカラ。さあ、ディスカバリーアカラの時間がやってまいりました。この番組は 83.6MHz FM 浦安からお送りしております。7月8日21時を回りました。皆様こんばんは。今日のパーソナリティはジュン&ジン&ミキコです。皆さんこんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは。ボソッと聞こえたジン。ダメだ、笑ってしまう。本当に今日はね、私とジュンライブしてきたんだもんね。そうなんですよ。そう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 、ライブしてきて、下手すると放送中のこの時間渋谷のクローレでやってます。ライブ、ね、下手するとそこにいるもんね。なのでそういう方々、ライブを見てくださった方々は再放送が25時からやってますので、そちらをお聞きいただいてって形ですね、ジュン。はい、収録って素晴らしいね。素晴らしいね。さあ、あのさ、はい、スタジオちゃんと教えてよ、お願いだからさ。ジン間違えちゃったんだよね。一回出れなかったじゃん。そうそうそう、迷子になっちゃって、ちょっと。ババか、今日ババ。今日、早稲田、必ず教えて。そうそうそう、迷子になっちゃったの。ジュン。え？ジンさん、じゃあ今度、どっかで拾って行きましょうね。まあ、みんな確認しましょう、ということで。はい。はい、それは置いておいて、そんなアカラなんですけども、編成がですね、ちょっと変わっておりまして、はい、ロックボーカル、おこと、尺八、横笛、鼓、この5人で、ライブをさせていただいております。はい、そうなんです。アカラは5人で送らせていただいてます。今日のゲストさんなんですけれども、結構数々ね、ご一緒させていただいた、そうですね、あの民謡のソーラン節で有名な伊藤武雄さんの娘さんですからね。はい、実は僕、たまにまあ、現場の合間とか時間があったりするとカラオケに行ったりするんですけども、うん、まあ基本的にアニソン入れるんですが、その合間に普通に民謡入れたりしてるんですよ。そうなんだ。じゃあ純は、ね、割と民謡にこう親しみがあるというか、アニメ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 民謡、そうですね。他はまあVK とか、あ、VK とか。じゃあアニメアニメアニメ民謡、アニメアニメアニメ VK って感じで、その後民謡とか。あ、本当。はい、そんなラインナップです。なんてラインナップ。面白い、個性的だわ、本当に。え、ジンはアニメ、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 某番組一つに絞って。某番組一つに絞って。え、ジンは6時間とか行くんでしたっけ、一人で。大体ね。すごい。一人カラオケ最長何時間？最長、9時間ぐらいだった。9時間。ジン、9時間だって。はい、そんな歌大好きなアカラがお届けします。それでは、お届けいたします。この曲はジンよりお送りいたします。ちゃんと正座して聴けよ、ジパンヌ。この番組は左官職人を育て日本の伝統を守る会社、株式会社井上工業の提供でお送りいたします。
ゲストから始まる新発見 Discovery Our Guest。 さあやってまいりました Discovery Our Guest のコーナーです。今宵は私たちがいっぱいライブで対バンさせていただいてお世話になっております。先輩を お迎えしております。ちょっと今噛んじゃったね、またね。さてそれではめぐるさん紹介いたします。めぐるさんいらっしゃい。こんばんは、めぐるです。こんばんは、めぐるさん。いやようこそいらっしゃいました。もうたたくさんライブでね絡ませていただきましたね、はいはい、本当にあの特にお父様にちょっとお世話になって、ね、あの前にあの出られた時はソーラン節、はい、歌われましたよね。そうですね、あの有名なかの有名な伊藤滝雄のソーラン節を一緒に歌わせていただいて、はい、でめぐるさんセーラー服でしたもんね。そうでしたね、ちょっと恥ずかしいんですけど、ね、可愛かった。私もあれ見てセーラー服着なきゃって思いました。あの次回はぜひね、ツインズで。ツインズで、ちょっとバンドさんに参加させていただきますっていう宣言しちゃいました。それでは、それでは、そんなめぐるさんですが、プロフィールを、あからのジンからご紹介いただきます。どうぞ、Here we go。めぐる、1974年2月23日生まれ、魚座、大型、動物占いは小鹿、民謡歌手、伊藤滝雄の長女として、幼少の時代から、日本民謡の歌や踊りの舞台に立つ。2001年美島未来博ネオアイズバンダイさんコンテストにてボーカル参加しているドゥバップがビクター伝統文化財団賞を受賞。たくさんのアーティストと交流しながらオリジナル曲やめぐる自身から生まれる独自の民謡を歌っている。2003年山村元基氏の運営する個人サイト電脳クロニカにてダイヤの人の連載を開始する。ありがとうございます。紹介ですね。素敵ですよね。というよりあの声優もやってるんですよ、ジンは。へえ、そうなんですよ。すごいですね。そうなんですよ、ま、漫画とかですか。そうなんです。もう完全に声優さんですよね、今の。なんかイケメンの。そうなんですよ、はい、ちょっとこんなあからはこんなところもこんな一面もあってちょっと驚いたかもしれませんが、でこう入れ替わりましたのが尺八の純です。どうも、お久しぶりです。はい、僕あのめぐるさんがあの、はい、やられてメテオールさん、はい、大好きなんです。あ、本当ですか。もう最初に会った時から虜だよね。そうですね。あと僕自身あの割とやはり尺八なので津軽三味線の方とご一緒する機会がありまして、はい、もうそれこそ、まあ、北海道民謡から貝殻節からもう日本中の民謡をいろいろ吹かせていただいてるんですけど、のでもう歌詞とかも歌手の方ともご一緒したりして、はい、なのでまあ民謡尺八の人ほどではないんですけど、うん、日本民謡に割とあのこう馴染みがあったので、はい、そういった中でメテオールさんのライブを拝見して、もうこれはなんとすごいと。あの宇宙船漕ぎとか、なんか親方頑張れみたいな。ソーラー節、はい、ソーラー節とか、ソーラーって書いてある。もうあれはあのボーカルのカズーさんの、もう本当独特の、あの世界が、うん、こう出てきてるっていうか、まあ、あの CG も出てくるので、うん、笑っちゃいますよね、あれも。だってもう題名がもうだって CD の題名が宇宙大怪獣民謡ガメマサドンとかすごいよねこれ。だってメテオールは私の大切な北海道の民謡をぐっちゃんぐっちゃんにしたひどいバンドです。よくぞ育ってくれたと思います。伊藤滝雄民謡歌手コメントがお父様ですよね。もうみんなあの初めてメテオール見た時にびっくりしちゃって、はい、うんうんうん、で私もあのたまたま父のライブに、ボーカルのカズーさんが見に来られてる時にあのお会いして、それで CD いただいたんですけど、その帰りの車の中でその CD 聞いて、なんじゃこりゃと思ってこんなの今までないと思ってびっくりしちゃったんですよ本当に。でもびっくりだよ、純すごいびっくりだったもんね。元々の民謡を知っているがゆえに、余計ちょっとびっくりしますよね。ただそれだけにあの歌っているあの節とかは民謡ではないですか。そうなんですよ、うんうんうん、結構成長に近いというか、私なんかは結構変えて歌っちゃってるんですけど、カズーさんはもう完璧な民謡の節なんですよね。そうですね、歌詞とあと後ろに流れる映像がものすごい面白いので、はい、なんかやはりこう日本の伝統文化ってなるとどうしても顔をかしこまるというか、そうですね、それをメトールさんも
打ち壊しているようなだってここにぐちゃぐちゃにしたって書いてある、ね、あのガネマこの CD のガネマサトっていうのはあのゴジラみたいなの出てくるじゃないですか、出てきますね、キンキラキンなんですけど、曲もあれも私初めて見た時にまさかキンキラキンの曲をそのままあの歌詞もですね、そのままやってるとは思わなくて、なんかゴジラのなんか横バイバイとか、なんかありますよね、ありましたねあんなのも本当に知ってる人はもうびっくりしちゃってね、ただそれだけにこの日本の民謡、日本の伝統文化新しい一面をこう出しているんじゃないかなと、そういう意味でアニメ好き、あ、出た。そういう意味で、うちのアカラも割とそれに近いようなコンセプトなので、なので、それもあって、とてもこう、親近感が湧いたりもしているんですけども。もう親近感どころか、うちのその笛の数と、尺八の順はもう最初に映像を見てるもん、聞いた時から、うわ、これすごい最高だって言ってました。もうその最高な曲たちをね、今日はたくさん聴かせていただいて、まずは、めぐるさんのソロからぜひ、アカラのファンの皆様とめぐるさんのファンの皆様に聴いていただきたいので曲をご紹介お願いいたします、はい、私の CD でユーティニーという CD があります。ハイヤ節です。聴いてください。はい、素敵な曲ありがとうございます、めぐるさん。今日はめぐるさんをお迎えしてます。ありがとうございます。いや、前半はもうメテオルさんネタで盛り上がってましたね、あのメテオル代表で大丈夫かってカズーさんにちゃんと確認して大丈夫来ました、はい、大丈夫だと、はい、いや私だって本当にめぐるさんがボーカルかと思うぐらいのあの溶け込みっていうんですかね、はい、もうすごい存在感で、まずセーラー服で民謡をぐっちゃぐちゃに歌って衝撃的ですよね。一応ゲストなんですよね。もう全然もう服装からインパクトがすごくあったですよね。そうですか。いや、やっぱ服装はいいですよね。インパクト値が高いっていうか、アカラは結構全員が服装のインパクトが高いんですけど、うん、そうですね。もう本当に私服私服みたいな感じの結構あのでもセーラー服を、はい、あの
購入するにあたって結構時間かかって、はい、そうなんですか。結構難しいんですよセーラー服って。あ、なんかあのドンキーとかに売ってるのかなと思ったら、あれだとねちょっと薄すぎて、あ、ちゃんと本格的なもんじゃないと。そうなんですね、うん、ちょっといいこと聞いちゃった。メモしておきますね。私ね、次回のために早めにご用意いただきたいと思います。そうですね、ツインズメテオールでちょっと、はい、いやーどうしよう本当に。ということで、私の目の前にいるメニーさんの横にいるのは、はいはい、つづみのジーンです。先ほどからなんかすごい威圧感が、すごいですよねこの威圧感は。こんばんは。あのこんな声でこんな威圧感なんですけど、そうなんです。でも私あの初めてあのお会いした時に、あの何て言うんですか、あの去年ぐらいからつづみを習い始めたので、おもうあんな風に叩けるんだと思って。お、千葉清彦先生ですよね。そうです。師匠は大師匠ですが。いや、地元、同じ地元で。あ、そう言われてましたよね。たまに会うんですよね。夜中とかに会うと、遭遇すると、はい、必ず、はっはっは、同社さん、飲みに行くぞ。こんな声ですよね。そうです。ちょっと外見おばちゃんになってきちゃったんですけど。せっかく、清彦先生、やってくれたんですけど、はいはい、あ、すいません、今日はあの、アニメの第1話なんで申し訳ありませんって断ったことなんですけど。で、さすがにそれやっぱ失礼があって、やっぱ行きますって言って。先生聞いてらっしゃったらどうですか。そうですよね。あの昨日、あの、会ったので言っといたんですけど。アニメのためにこと。めっちゃ僕、ジンだと先生分かってないと思う。当社さん。そうですね。分かりました。あの、ちゃんと、あの、今度次は。当社さん。ええ、この間もあの、眼帯した、鼓叩くって言ったら、もう分かんないって言ってた。普段、固定の仕事でしか会わないんで、固定の仕事では絶対眼帯しないんで。そうですね。固定の仕事で眼帯してこの格好だったら。多分気が触れたと思われるんで。びっくりしちゃった。まあ、あんま気にしないと思うんですけど。気が触れたとか、ちょいちょい面白かったりとか。あ、そうなんですか。先生のアニメで断っちゃうんですね、ジンさん。それぐらいアニメで大好きなんですね。いや、アニメじゃなくてね。某番組が好きで。でも、そしたらやっぱりメテオールさん、あの、ジンもいたんですけど、もうやっぱびっくりですよね。あの、映像すごいですよね。何やですか？このメテオールさんのこの映像ですよ、この。アニメっぽい映像。なんかあの、カズさんって自分のライブで、その映像を流したくて、はい、あの、勉強したみたいなんですよ。へぇー。それで今、映像が結構売れてきたっていう。なるほど。あの映像だって。いろいろありますね。私もセーラー服の CM とか来ますかね？来ます。この人眼帯じゃないですか。あ、ほんとだー。知らなかったです。あ、眼帯、あ、ほんとですか？カズさんが眼帯してます。あ、眼帯つながり。じゃ、今度対決しないと。じゃ、今度セーラー服対決と眼帯対決ですね。受けますね、ほんとに。あ、そうです、そうです、めぐるさん。はい。いよいよ、我々の。はい。はい。我らが、伊藤滝雄さん、プロデュースの。いつも、あの、一緒にご一緒させていただいてる渋谷の抵抗セブンで、はい、渋谷和音フェス、和音フェスというのがありまして、はい、8月の26と27ですね。はい、あからさんは26日。はい、で、私、あの、一緒にやってます、ほおずきっていうバンドもあります。はい、これは27日に。あ、一日違いなんですね。別の日なんですよ。は、初めて。大変申し訳ないです。初めて別々になっちゃいました。でも、あの、これは、あの、人気をこう分けてるっていうことなので、いいことじゃないかなと思って。そうなんですか。あからさん人気じゃないですか。いやいや、もう、ありがたいことですね、ジン。そうですね。え、そうですね。バランスが。ね、でも顔はね、ちゃんとニコッとしてます。そうですね。これが、あの、8月の26、27。はい。会場17時30分。はい。開演18時。はい。前売り3000円。はい。当日3500円。プラスワンドリンクで、はい、テイクオフセブンです。まあ、本当に伊藤滝雄さんのね、ソーラン節を歌わせていただいて、また私、ぜひぜひ参加させていただきますよ。本当ですね。もう次はもっとあの中ノリノリでソーラン節を。ガンガンノリノリで、はい、あの、お客さんも、あの、予約してくださってる方々が、踊るって言ってました。あ、本当ですか？もう立って踊るんでって言ったので。もう今若い人たちみんな小学校で踊ったりとかしてるんで。そうなんですよね。小学校でソーラン節踊られてますもんね。はい、俺昔踊ったことあるんだよ。踊ってくださいよ。俺踊れるよ。眼帯で。ちょっと視野が狭いか。眼帯で。ちょっとこう、ちょっと見えなくても大丈夫です。それでは、めぐるさん、今日は本当にありがとうございました、はい。ありがとうございます。じゃあ、ファンに温かい一言で、今日はめぐるさんとお別れさせていただきます。はい。あからのファンの皆さん、また、どこかでお会いできますように、どうぞよろしくお願いします。それでは。いよー
Discovery Mikiko。 さあ始まりました Discovery Mikiko の時間です。さあ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 、 Discovery Mikiko なんですけど、最近はアカラの皆様が結構積極的に混ざってくださってますので、今日も私の目の前には尺八の順と鈴見の陣がいます。だっていつも聞いてるだけって寂しいもんさ。寂しいもんさって、もうなんか、いじけた振りが可愛いですね。全くもう本当に可愛いんだから。ということで、はい。ではではでは、ぜひ送らせていただきます。クエスチョンナンバーワン、ゆうかさんからいただきました。あからの皆様、こんばんは。こんばんは。こんばんは。笑っちゃダメだ。いよいよ夏到来ですね。今までにあった夏に関する面白いエピソードあったら教えてください。お願いします。夏、夏ですよ、夏。なんか面白いエピソードって持ってます？夏は日に日に焼けるからね、嫌いなんだよね。日に焼けたくないんだ。だ絶対俺あれだよ、あの上着着てるよね必ず。あ確かに本当だ、日焼け防止してる。本当だ。まあなんジュンは夏好きだもんね。そうですね。まあ日焼けしちゃっていいんだよね。まあ生まれも育ちも湘南ですからね。そうね。もう基本的にはずっとビーチサンダルですよ。そうだよね。山へ行ったり海行ったりですよ。だよね。私もカリフォルニアだから日焼け OK です。さあ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 、もう一つ来てますよ。同じゆかさんから、じゅんくん、デスボが上手くなるコツ教えてって。練習ですね。出た。ゆかさん練習しかないって。もう CD 聞いたり、あとはデスボの上手い人、に、どうやったらいいですかねっていうコツを聞いて、うん、とにかく練習ですね。こうじゃ、ああじゃね、こうじゃねっていう風にやっていると気がついたらデスボが上手くなっています。なるほどね、頑張ってください。頑張ってください。通報されないように。通報されないようにね。声がうるさくてね。さあ、それでは、クエスチョン、ネクストクエスチョン。水佐総吉さんからいただきました。ありがとうございます。みきちゃんのステージ衣装は着物だから高そうだけど何着くらいありますかと。そうですね。ありがとうございます。衣装に関する質問結構たくさんいただいてて、たくさんありますよ、私。20着ぐらいあるんでしょうかね。お母さんの、お風呂とか、お母さんの、おばあちゃんのとかが、代々が多いですね。はい。そしてですね、次はカズさんからいただきました新鋭隊長です。ミキちゃんのコスはどこで仕入れてますか。はい、これもお母さんのですね。で、着物のアレンジを基本的にしていて、下にミニスカとかショーパンを着てますね。そうなんです。ありがとうございます。そして last question カナブンさんから、ステージのメイクの目力すごいんだけど、お化粧何使ってるのと。マックを使ってます。女性には気になると。はい、マックを使ってます。よかったら使ってみてください。それでは次の曲聴いていただきたいと思います。めぐるさんが参加しているメテオルさんの曲で、テラツリー。おいI'm not afraid to die.
このディスカバリーアカラーも、もう終わりの時間に差し掛かってきてしまいましたね。寂しいね。はい。ジンさんがカラオケに行っちゃいましたね。こんばんは、トミーです。あ、トミー、ディング。カラオケに行っちゃったんですね。僕もサイタラブシウエタイに行きたいな。じゃあもう、みんなそれぞれ一人カラオケだね。全員、面白くない？これ5人で全員でさ、違うカラオケボックス入るのって面白くない？え、ミキさんだけ違うカラオケでしょ？なんでよ。僕ら4人、伴奏したりして遊ぶからさ。ちょっとなんでよ、こう、ボーカリストにちょっと入れてよ。なんでやねん。ちょっとなんでそんなみんな真顔になるの。ちょっと、アカラはとても優しいバンドのはずです。ありがとうございます。はい、メンバー思いの、メンバーでお届けしております、アカラです。トミこっち見ない。あ、ミキさんいたんですか。あ、いたんですか。出た。すごいじーとびつべて、もう本当に。メテオールさんの曲とめぐるさんの曲素敵だったね。ですね。てか面白いよね、メテオールさんの曲。大好きです。もう本当に面白いね。もう、この面白さは CD を聴いていただくしかないよね。あと、やっぱりライブですね。この、特に日本民謡もそうですけど、あからも民謡もそうですけど、やはり、日本文化とか、生でこう見ていただくと一番面白いのかな。CD とかでは伝わらないものがあるので。ね、そんなから、ね、ライブがポコポコ決まってますっていうか、明日あります。そうです。ぜひ、7月の9日、登りとはしご酒にアカラ出演させていただきます。これをですね、結構みんなお酒を飲んでアカラを見れるという楽しい会なので、ホームページ、ウェブページだったりとか、Facebook、Twitter をチェックしてくださいね。さあ、続いて。そして、7月の15日、渋谷のグラッド、同じく渋谷で、7月の17日に、渋谷の、ブエノスでライブがあります。来てね。はい、次々と渋谷を中心にアカラ結構ライブがありますので、皆さん楽しみにしていてくださいね。さあ、こんな素敵な時間ももう本当にいよいよなくなってしまいました。はい、再放送が25時からありますので、そちらもよかったら聞いてみてください。はい、それでは All my friends have a great night。この番組は左官職人を育て日本の伝統を守る会社井上工業の提供でお送りいたしました。